それででは初めててのサーバーーバレスアプリケーション開発とといいうことでお話しさせていただきまず初めにこのセッションの対象者の方なんですけれどもプログラミングの経験はあるけれども AWS でサーバーレスアプリ開発をやったことがないこれから始めようとしている方また始めたばかりの人を対象にしていますこのセッションのゴールとしてはサーバーレスアプリを開発するために どんな AWS サービスがあるのかというのを知ってもらおうと思っていますサーバーレスアプリ開発をするための初めの一歩を助けたいと思っています今日お話しすることはサーバーレスアプリ開発で使われるサービスの紹介とそれらの基本的な利用方法また最初に知っておきたいポイントについて一通りお話していきます細かな仕様についてはお話ししませんのでご了承ください内容としてはかなり初心者向けの内容となっております それでは改めまして自己紹介させていただきます。クラスメソッドの小倉と申します。CX 事業本部という AWS を使ってアプリケーションの開発を行う部署に所属していて、主にサーバーレス、IoT 関連のお仕事をしています。AWS 歴はまだ1年弱といったところです。それでは最初にサーバーレスのメリットについて確認しておきましょう。まず、インフラの管理が不要という点が挙げられます。 実装者はビジネスロジックに集中することができます費用については使用した分だけ利用費を払えばいいという形になります固定費等は発生しませんまたリクエストに応じて自動でスケールしてくれるというところも大きな特徴と思いますこれらは今日紹介する AWS サービスです先ほどの特徴をこれらのサービスは備えていることになります 今日紹介するサービスでできることを簡単に書いていくとこのようになりますそれではこれから順番に見ていきましょう最初に AWS でプログラムを実行する方法から見ていきます最初は AWS Lambda です AWS Lambda では Python や Node.js などで書いたプログラムを AWS 上で実行することができますビジネスロジックを実装するまた SDK を使用して 他の AWS サービスを操作することも可能ですもちろん SDK を使用せず直接ラムダとの連携をサポートしているサービスも多くありますラムダは要求に応じて自動でスケールつまり複数のラムダを同時に実行してくれますラムダの実行はそれぞれ独立した環境内で実行されますラムダが実行される環境は基本使い捨てになりますラムダの起動時に 作成され、終了時に廃棄されます。厳密には実行環境は初期化処理等で再利用されたりする部分もあるのですが、ビジネスロジックという点では状態を持たないものになります。ビジネスロジックで状態の管理が必要であれば、データベース、ストレージ、サービス等に保存する必要があります。また、実行時の制約として実行時間や使用するメモリの量などの制約があります。詳しくはドキュメントの方を参照してください。 それではラムダの基本的な内容を見ていきましょう今回は Python で作成していますまずラムダの実行なんですが基本設定の項目でハンドラーと指定して指定された関数名の関数から実行されますハンドラ関数を見ると引数を2つ取っているんですけれども1つ目の引数であるイベントという引数に注目してくださいイベント引数にはラムダの呼び出し元サービスからのメッセージが入っています 必要に応じて、ここから値を取り出して実装に利用してください。イベント引き数の中身の項目は、送信元のサービスによって様々ですので、その都度ドキュメントを確認してください。また、ラムダのコンソールにあるテスト実行画面の中で、イベントテンプレートというプレダウンの中から、送信元のサービスを選択することで、イベント引き数の中身の構造をプレビューして確認することもできます。 ラムダには環境変数も設定可能です。設定した環境変数は実装する言語の標準的な方法で取得は可能です。また、ラムダであらかじめ用意されている環境変数もあります。リージョンやラムダの名称、メモリサイズ等が環境変数から取得できます。ラムダレイヤルという機能を紹介させてください。これは複数のラムダで共有できるコードのまとまりです。ラムダの本体とは別で管理されます。 ラムダレイヤーはあらかじめ公開されているもののほか自分で作成して登録することもできます。自分で作成する場合は ZIP 圧縮したものをアップロードします。例えば Python では Python という名前のフォルダに共有したいコードを入れてラムダレイヤーを作成するとラムダ本体のコードで事前にインポートできる形で利用できます。Python の場合のおすすめは PIP コマンドでインストールするライブラリをまとめてラムダレイヤーにする方法です。PIP コマンドは ハイフン T オプションをつけるとライブラリのインストール先は指定できるので Python という名前のフォルダを指定してインストールしラムダレイヤーを作成するとローカルでの開発と同じようにラムダ上でライブラリをインポートして使用できますそれでは次にラムダの実行ログを確認していきましょうログの参照には CloudWatch という機能を利用します CloudWatch はサービスのモニタリングに利用する様々な機能を提供しています そのうち特にログの監視、保存、アクセスといった機能を提供するのが CloudWatch Logs ウウになります。ログは任意の期間で保管することが可能になっていて、他の AWS サービスでのログ転送やエクスポートといった機能も持っています。ラムダのログの場合、ラムダの名前が付いたロググループという単位でログが保存されていきます。ここから標準出力、例外等の情報が確認できます。なお、表に記載した情報は 最初かから出出力力さされれててていいいるる情報にななっまますす時,時間やメモリサイズなどががことが分かりますそれではここからラムダを利用して Web API を作成するよりを見ていきましょう Web API の作成に利用するのが API Gateway というサービスです REST API をはじめとして複数の API を扱うことができるほかに認証や認可の機能を組み込むこともできます今回は API Gateway の連携先として ラムダを利用する例を扱いますがラムダ以外のサービスと組み合わせることもできます今回はユーザー情報の登録編集といった機能を提供する REST API を作成していきましょう登録する情報はラムダ内に実装したビジネスロジックでデータベース等に保存すると考えてください API ゲートウェイでは初めにリソースと呼ばれる API の URL 階層を作成しますルートの下にユーザー そのさらに下にユーザー ID を作成します。カッコで囲まれたユーザー ID のリソースはパスパラメータとなります。作成したリソースにはそれぞれ複数のメソッドを設定することができます。この例ではユーザーリソースにポスト、ユーザー ID にデリギト、ゲット、プットメソッドを設定しています。用意したリソースとメソッドの組み合わせについて ビジネスロジックを実行するラムダ関数を指定していきます。統合タイプにはラムダ関数を選択してください。このとき、ラムダプロキシ統合を使用するのがおすすめです。プロキシ統合を使用すると、簡単に API Gateway とラムダの間でのデータの入出力ができるようになります。API Gateway からラムダに入力される情報は、ラムダのイベント引数にセットされます。 プロキス統合を使用した場合のイベントエキスの中身は左の図のような JSON になっています。ボディパスパラメータ、クエリーパラメータから値を取得し、ラムダでの実装に利用できます。ラムダから API ゲートウェイに返す応答は、右の図のように、ステータスコード、ヘッダー、ボディという項目を持つ JSON である必要があります。最後にデプロイ操作を実行すると、 呼び出し用の URL が作成され API に HTTP でアクセス可能になりますデプロイの際にはステージ名というのを入力します開発用本番用といったステージ名を作成し複数の API 環境を一つの API ゲートウェイで作成できますパブリックな Web API をデプロイするとデプロイ直後からインターネット経由で誰でもアクセス可能になります外部から利用されたくない場合は 認証の仕組みを導入したり IP 制限をするなどのアクセス制御を実施してください次は情報保存するサービスについて見ていきましょう Lambda からの情報の保存先としてよく利用されるのが DynamoDP です高速高信頼性容量無制限等の特徴を持っています DynamoDP は JSON のような半構造化データを格納できます スキームの事前定義を必要とせずいつでも新しい属性を追加できますまた結果整合性という特徴がありますデフォルトでは更新した情報をすぐに読み取ると古い値が返されることがあります必要であれば強力な整合性のある読み取りの使用を検討してくださいまたファイルの保存には Amazon S3 をよく利用することになると思います 容量無制限のストレージとして利用するだけでなく性的なウェブサイトの交換に利用することもできます Amazon S3 は更新と削除の操作について結果整合性という特徴があります次はメッセージの送受信について見ていきます Amazon Simple Notification Service SNS はメッセージングのサービスですこれを使うことで AWS サービス間での情報連携や a w SNS サーービスからメールを送ったりすすることができます、SN、s ではトピックというものをあらかじめ作成しておきメッセージの受信者は事前にこのトピックに対してサブスクライブメッセージの受信登録を行う形になりますメッセージの送信者はトピックに対してメッセージを発行するとサブスクライブしている受信者すべてにメッセージが配達されますいわゆるパブサブという方式になります SNS では 受信方法も HTTP や Email など複数の方法が用意されています。トピックの PubSub ブブについては Twitter をイメージしていただくと仕組みが分かりやすいかと思います。Twitter の例で例えるとトピックはあなたがフォローしている Twitter アカウントになります。Twitter でフォローすることはトピックのサブスクライブそのものです。フォローしているアカウントの持ち主がツイート つまりメッセージをパブリッシュするとアカウントをフォローしているユーザーのタイムラインにメッセージが届けられます。SNS のコンソール画面です。上段にトピック、下段に紐づくサブスクリプションが表示されています。プロトコルの欄を見てもらうと複数の方法でメッセージを受信していることが分かります。この図は届いたメールを Slack に通知するような仕組みをサーバーレスで作成した例です。 メールサービスである SES でメールを受信するとメールを Amazon S3 に出力保存するように設定をしておきます S3 はイベント発火させる機能があり S3 にファイルが保存されるとイベントが発火するようにしておきますラムダにはこの発火したイベントを受け取って起動する機能があります S3 で発火したイベントの中には保存されたファイルの情報が含まれているので ラムダのコードから S3 内に保存されたメールファイルの内容を読み取ることができます。その後、ラムダでメールタイトルや本文を HTTP リクエストに載せて、Slack の WebhookURL に対してリクエストを送信します。この仕組みでは、Slack 向けにメッセージを送信するための編集をラムダで行っていますが、例えば、Slack じゃなくて別のサービス、LINE などにも送信してほしいという要望があったときにどうなるでしょうか。おそらく ラムダ内に別のサービスへの編集処理と送信処理を追加することになりますが送信先が次々増えていくとちょすぐラムダを回収する必要があるということになりますこのような拡張の可能性が考えられる場合 SNS を挟んでおくとうまく対応できるケースがあります SNS ではトピックのサブスクリプションを追加することでメッセージの受信者を増やすことができるので通知を送りたいサービスが増えた場合サブスクリプションを追加して その先に宛先サービス用の編集を行うラムダを追加すればよいです。こうすることでラムダの仕事は一つの送信先への編集と送信処理だけになるのでコードもシンプルに保つことができますし送信先の追加にも対応しやすくなるというメリットがあります。次は Q を使って多数のリクエストを扱う方法を見ていきます。シンプル Q サービス SQS はその名の通り Q を提供するサービスです。Q を利用することで 後続のアプリケーションは急に貯められたリクエストメッセージを順番に取り出して処理すればいいのでアプリケーションにかかる負荷を均一化したり処理を並列に実行させたりすることができます処理に失敗したリクエストメッセージは急に戻された後再度取り出してリトライが行われますこのメッセージの中に不正なメッセージが存在して 何度も処理に失敗するというようなことがあった場合に、デッドレター級という別の級に対比させる機能も備えています。例えば、大量の仕事があなたの元に届けられるとします。仕事の依頼先がラムダである場合は、実行時間やメモリ等に制限があるため、一度にまとめて処理するのは不可能です。このケースでは、依頼者は仕事の完了は待たないので、とりあえず仕事を渡してしまいたい。依頼された側は、一つずつ順番に処理したいという形です。 Q を使うことで届けられた仕事を一度すべて Q に入れてしまうことができます。Q が仕事を貯めておいてくれるので仕事を依頼された側は Q から順番に仕事を取り出して処理していけるようになります。ラムダであれば複数のラムダを同時実行して Q の内容を次々に処理することができるでしょう。SQS で作成する Q は2つの種類から選択できます。1つはスタンダード Q、もう1つは FIFOQ です。 それぞれ特徴が異なるので用途に合わせて選択してください。スループットはスタンダードの方が高性能になります。次はイベント駆動を実現するサービスです。クラウドウォッチイベントを使用すると AWS サービスの状態の変化や特定の時刻、時間経過を取りーにアクションを実行することができます。ラムダや SNS、SQS などのサービスを呼び出すことができます。イベントの設定は クラウドウォッチの画面から設定するほか、起動される側のサービス、ラムダのコンソールからも設定することができます。最後は監視です。クラウドウォッチアラームというサービスを使用します。クラウドウォッチが収集している情報、ラムダであれば、実行された回数やエラーの数をチェックし、事前に設定した条件に合致すれば、アラームを発生させ、通知するといったことができます。例えば、ラムダのエラー発生を監視したい場合は、 にのエラーを指定しますこの例では1分ごとのエラー数合計をチェックしエラーが1件以上発生すればアラームを行います。今日紹介するサービスは以上です。それでは振り返ってみましょう。ラムダを使ってプログラムを実行できます。そのログはクラウドウォッチログスで確認することができます。API ゲートウェイとラムダを組み合わせてサーバーレスな Web API を作成できます。情報の保存先としては Lambda ママ DB や S3 がよく使用されます。サービス間のメッセージ通知や E メール等の通知を SNS を使って送信できます。また、大量のリクエストを負荷をかけることなく順次処理するのに SQS を使用できます。状態の変化やスケジュールをトリガーに処理を実行したい場合、クラウドウォッチイベントでイベント発行はできます。 クラウドウォッチに収集された情報をクラウドウォッチアラームスで監視し必要があれば通知できます。というわけで今日は初心者の方向けにサーバーレスでよく使用されるサービスの概要をすごくざっくりですが駆け足で紹介してみました。サーバーレスアプリのイメージが少しは湧いてきたでしょうかクラスメソッドのブログデベロッパーザー用にも多数のサーバーレス事例が投稿されているのでこちらもぜひチェックしてみてください。それでは これで終了とさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。